さんこんにちは。鎌倉もののふチャンネルでございます。鎌倉もののふ大将鎌倉聡でございます。2022年2月6日日曜日20時から放送されました大河ドラマ鎌倉殿の13人第5回兄との約束の感想になります。完全ネタバレなのでご注意ください。第5回のキャストは以下の通りです。北条の義時、八重、北条の政子、北条の宗時、三井、小野田の森永、伊藤の助清、新田の忠常、江間の次郎、工藤の持光、三浦の吉村、善治、和田の義盛、土井の実平、三浦の義澄、梶原の景時、須藤の常俊、堤の信長、岡崎の義真、佐々木の秀吉、文様坊各園、中原の友近、佐々木の貞綱、佐々木の常隆、佐々木の森綱、佐々木の高綱、大場の影近、伊藤の助近、北条の時政、陸、源の頼朝、後白河法皇、以上32人です。新しく登場したのは、梶原の景時、文様坊各園、中原の友近、以上の3名になります。第5回は、治承4年、1180年、8月の17日から23日にかけての物語になっています。治承4年、1180年の登場人物の年齢を再確認しておきましょう。北条の時政、42歳。北条の政子、23歳。北条の宗時、推定21歳。北条の義時、17歳。源の頼朝、33歳。小野田の森永、45歳。三浦の義澄、53歳。三浦の義村、12歳。伊藤の助近、61歳。和田の義盛、33歳。平の清盛、62歳。大場の景近、40歳。土井の実平、70歳。岡崎の義真、68歳。佐々木の秀吉、68歳。新田の忠常、13歳。加納の重光、推定70歳。はい、8月17日、源の頼朝軍が、平の兼高と、堤の信長の館に攻め込みます。扉の多さ。あ、平安期の館にですね、あれだけの扉があるのかどうかっていうところがですね、まぁ、ちょっと気になったところではあるんですけども、まぁ、ちょっとね、忠臣蔵のイメージを映像にしたのかなという感じはしました。豪遊として知られるですね、堤の信長がですね、あっけない最後だったのが非常に残念でしたね。これまで非常に嫌な感じのね、人物像で描かれてきましたので、最後ぐらいですね、花を持たせて、華々しく打ち死にしてくれるのかなと思ったんですけども、最後の最後まで残念な感じで描かれていました。堤の信長はですね、平の兼高の後見人ということにもなりますので、まあ、基本的にはですね、まあ、地元の人間から選ばれるとは思っていたんですけども、この田舎者めって言ってたので、まあ、それなりのね、貴族出身なのかなという感じの描写でしたね。はい。で、この後ですね、まあ、堤の館と、山木の館に打ち入るわけなんですけども、この時のですね、戦いの描写でいくつか気になったことがあります。北条の義時と北条の宗時はですね、胴丸という鎧を着てます。接近戦を目的とした鎧なんですね。で、最初からですね、弓も持っていないんですよ。刀で、戦う。接近戦を想定してるわけなんですけども、弓を持っていないのにですね、エビラと矢を携えてるんですよね。当然、弓持ってないんで、矢を持ってても意味がないんですよ。エビラと矢がですね、おそらく接近戦の時には邪魔になりますんで、通常戦う時にはもう弓がないんであればですね、エビラと弓はもう捨ててしまってもいいと思うんですよ。引っかかってしまったり、あるいはそれを掴まれてしまったりとか、場合によっては危険な場合もありますので、で、しかもですね、北条の義時と北条の宗時と北条の時政、主人公に近い役者さんたちが大体つけてる傾向にありますので、ちょっとかっこよくね、見せたいということなんだと思うんですけども、ヘビラと矢を携えてるのはですね、まあ戦いにおいてはちょっと不自然だなというふうに思いました。それとですね、まあほとんどの武士たちがですね、胴丸をつけているわけなんですけども、大袖付きの胴丸が非常に多いんですよね。この時代はですね、まだ大袖付きの胴丸っていうのはですね、あまり多く見られないはずなんですね。なのでちょっとこの辺の時代交渉というか、鎧に関する時代交渉はちょっと残念だなという気はします。もう一点ですね、ちょっとまあ不可解というか、まあちょっと不自然だなと思うのがですね、兜をつけてる武士があまりにも少ないことなんですね。源頼朝軍は大体、まあ最初の出陣では、
100機に満たないぐらいの人員がいたとされていますし、後に石橋山の戦いでは大場の影近軍がですね、3000機、それから伊藤の助近軍が300機、源の頼朝もですね、土井の実平の一族と合流しておよそ300機になっていたというふうにされていますので、3000機もいればですね、それだけ矢の雨が降り注ぐということが想定できるわけなんです。そう考えるとですね、兜をつけていないで戦うっていうのは非常に恐ろしいことなんですよね。特に大鎧を着た武士たちに関して言えば、場合によっては名乗り合って一騎打ちをするということもあり得るので、大鎧を着ているにもかかわらず兜を被っていないというのは非常に不自然であるというふうに思います。で、今回第5回をですね、じっくり見ていたんですけども、兜を被っているのが、源頼朝と大場の影近の2人だけなんですね。より目立たせるためということもあると思うんですけども、もう少しですね、何人も兜を被っててもおかしくなかったんではないかなというふうに思います。梶原景時や北条の時政のようにですね、大鎧を着ているにもかかわらず、織江星のままだということが非常に気になります。実際ですね、兜を全く被らない想定になっているってことなんですね。もし兜を被る想定であればですね、必ずもみえ星になっているはずなので、このあたりがですね、まあ非常に気になるところですね。本来兜を被っていい人たちがですね、兜を被っていないで戦っているというのは、ちょっと戦を舐めてるなっていう感じがします。これはないだろうっていう風に思ったのがですね、エビラに対してですね、矢の入れ方なんですよね。エビラにはですね、中縫い層という紐が独特なですね、形で打ってあります。で、その中縫い層という紐はですね、決して矢を束ねるために使うものではないんですけども、エビラが映った時にですね、中縫い層に矢がしっかりと結びつけてある描写がありました。北条の義時も、北条の宗時も、北条の時政もですね、それから他のエビラと矢をつけている武士たちに関してはですね、まあほぼ全ての人たちがですね、矢がしっかりと固定されてます。あの状態ではですね、矢を引き抜くことができない。矢を引き抜くことができない状態で戦うということはですね、まあほぼ意味がありません。もう完全にですね、エビラと矢が飾りに過ぎないという状態になってしまっています。まあそれとですね、まあ一貫して本数が変わらないんですね。使った形跡がない。矢を使う想定がない。もともと弓を持っていないにもかかわらずエビラと矢を持ってるっていうのもおかしいんですけども、そもそも使えないようなエビラと矢をつけているというのもですね、まあ非常にちょっと気になるところではあります。もともと合理的に作られている鎧兜であったり、戦い方というものがあるので、戦い方における時代交渉という部分において、ちょっと残念な部分が非常に多かったかなという気がします。続いて、8月18日早朝、源頼朝軍は、見事ですね、戦に勝ちまして、平兼隆と堤の信長を打ち果たすことができました。で、早朝になってですね、首実験が行われるわけなんですけども、まあ、当時の刀の使い方についてはですね、結構時代交渉を行ったそうで、斬首の仕方に関してですね、まあ、ちょっと注目してました。北条の時政がですね、足で刀を踏みつけてですね、首を跳ねるというシーンもありましてですね、まあ、鎌倉里氏はあまり刀に関しては、そんなに詳しくはないので、ああ、このあたりが時代交渉をしっかりした描写なんだなというふうにですね、へえという感じがしました。ただまあこの辺詳しい人はですね、まあいろいろ言いたいこともあるのかなというふうにも感じましたんで、まあその点何かですね、気づいた点があったらぜひ教えていただきたいですね。はい。で、ここでですね、北条の時政がですね、伊藤に攻め込みましょうというセリフがあります。源頼朝がですね、8月18日は観音様の縁日で、摂政せずに神仏に祈る日だ。ということでですね、伊藤に攻め込むことを拒否します。伊藤に攻め込もうという言葉をですね、北条の時政に言わせてはいるんですけども、これはですね、非常に大きな意味を持つというふうに思います。本来はですね、これを言うべきはですね、加納の工藤と、強いて言うなればですね、加納の重光、このドラマ上では工藤の持光ですけども、この工藤の持光が伊藤に攻め込むべきだということを言うべき人物かなというふうに思います。兵を挙げたのはですね、伊豆の国の豪族のみだというふうに考えられるので、現段階ではまだ相模の国の中村島の土井の実平はいないという、まあ、説もあるわけなんですね。いずれにしてもですね、この戦いにおける、まあ、最も大きい兵力というかですね、一番尽力しているのが加納の工藤島なんですね。加納の工藤島にとっても、北条にとってもですね、最大の目的はですね、伊豆の国における
自分たちの所領を広げられるかどうかなんですよね。北条の宗時がですね、まあ伊東はいつでも落とせるっていうふうに言って、伊東攻めが後回しにされるわけなんですけども、例えばですね、源頼朝がですね、後々にですね、富士川の合戦で勝利して、勢いそのままに京都に攻め込もうっていうふうに言った時にですね、豪族たちがそれに反対してですね、まだ自分たちの土地でやることがあると。特にですね、房総半島のですね、千葉の常種や上総の広常がですね、佐竹征伐を優先にしたいというふうにですね、まあ反対したわけなんですね。結局、源頼朝の挙兵に味方するからにはですね、やはり自分たちにとって何が一番利となるのか、自分たちの所領を広げるためにですね、みんな頑張って味方になってるわけなので、当然、伊東に攻め込もうという言葉、そこの重みはですね、加納の駆動党にとっては切実であるというふうに思いますね。加納の駆動党にとってですね、伊東征伐を優先にしてほしいという主張はですね、まあこれはもう当然だと思うんですよね。まあとはいえ、伊東征伐は後回しになりまして、相模の国の中村党の土井の実平の200機と合流すべくですね、相模の国に兵を進めることになります。まあもちろん諸説はあるんですけども、源頼朝を担ぎ上げている豪族たちのそれぞれの思惑というものがあって、伊東征伐が後回しになったのかなという気もします。8月の18日の早朝ですね。平兼高と堤の信長が討ち死にしたことが伊東祐親に伝わります。第1回からこの第5回までですね、この距離問題というんですかね。まあ、北条からですね、伊東まではですね、近いようで遠いんですよね。まあ、さすがにですね、伝わるのが早いなという気はしますね。まあ、伊東に伝わったというのは許容範囲なのかなという気はしますけど、この距離問題っていうものは非常に気になるところです。続いて8月の19日、源頼朝が、祭りごとの始まりは土地を分配することと言ってですね、敵から奪った所領を分け与えたいというふうに主張します。で、この話はですね、すごく重要なことなんですよね。当然ですね、まあ、先ほど言ったように、加納の駆動党にとっても、北条にとってもですね、戦に加わるということ、まあ、つまり、まあ、勝てる、もちろん勝てる見込みがあってなんですけども、勝った暁には、どんなね、利点があるのか、それはまあ当然自分の土地が増えるということなんですよ。でなければですね、兵は、ついてこない。源頼朝にとって、これから兵を増やしていくためにはですね、当然勝ち進み、敵から奪った所領をですね、功績に応じて分配していかなければならないわけなんですね。まあ、これは本当当然のことなんですよ。何にももらえなかったらですね、誰も命を懸けて戦うなんてことはしませんので、ただですね、今回のこのドラマの源頼朝が誰か所領を奪っていい男はいないかという、このシーンに関しては非常に不可解です。まあ、ここで槍玉に上がったですね、中原の友近というのはですね、まあ、平家の意向を傘に来て、領民を苦しめているから、まあ、捕らえてしまおうということなわけなんですけども、中原の友近はですね、伊豆の国の木材として、下田のですね、かばやの三栗屋というところに住んでいまして、まあ、治療を行っていた。執務を行っていたっていう言い方の方が妥当かなという気がしますけども、まあ、いわゆる代官なんですね。で、中原の友近はですね、まあ、代官として、京都から赴任してきているですね、貴族なわけなんですね。なので、中原の友近自身にですね、所領があるわけではないんですよ。つまり、奪える土地を持ってるわけではない。で、ましてやですね、住んでいる、かばやの御厨というのはですね、伊勢神宮領なので、まあ名目上ではありますけれども、伊勢神宮の土地に住んでるわけなんですよ。なのでですね、中原の友近から、土地を奪うということにはならないんですよね。で、実際の史実でどういうふうに中原の友近に対して、源頼朝が働きかけたかというとですね、いわゆる代官としての、権限であったり、権益というものを源頼朝が停止したというのが、まあ実のところなんですね。で、確かに源頼朝が伊豆の国において、まあ土地に対しての命令、下地を下したというのは確かにこれが初めてということなので、源頼朝にとってのですね、これが祭りごとの第一歩であったというのは、まあ実際にあったことだということは言えるんですが、これとですね、実際に所領を奪って、家人たちにそれを分配するという話とはですね、別に考えなければならないんですね。もう全く別の話になります。三谷幸喜さんは 99% 史実だっていうふうに言ってるので、
まあ確かに史実的にね、こういった話っていうのはあるはあるんですけど、ちょっとね、無理やりくっつけてしまってるので、辻褄が合わないというか、不自然なんですよね。なので、まあ、ポイントとしては、確かに、敵から奪った土地をですね、分配する必要性はある。源の頼朝にとってですね、今後それは非常に重要なことであると。ただ一方で、中原の友近から土地を奪ったわけではないので、まあ、この話はね、中原の友近の下りに関しては、これはもう本当全く別の問題だというふうに、思います。参考になったよっていう方はね、ぜひいいねボタンとですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。